覚めないうちにどうぞ。お豆腐は体にいいのよ。大豆は畑のお肉っていうし、栄養満点だし。何言ってんの？給料なんかいらないよ。ごちそうさまと言ってくれるだけで結構。ほんとほんと。当然。残さず食べた上でね。よーし、おいしいって言わせた。素直においしいって言われると嬉しいね。お粗末様でした。わかりました。私は今、手が離せない状態なので、他のものにイカチェマチュ。仕事の邪魔しちゃ悪いかなと思ってさ。そういう時は私の入れたコーヒー飲んで。そうでしょ。ふふーん、じゃあ
私の愛情入りなのだ。愛情は最高の調味料だって言うでしょ。ああ、鼻で笑ったな。本当だぞ。くっそー、信じてないな。とくと見よ、これが私の愛情なのだ。冷静なツッコミ。チェッ、30分もかけて作ったのに。ああ、夢のないこと言っちゃって。私は旦那にゆとりとユーモアのあふれる生活をしてもらいたいのよ。もう少しいてもいいじゃん。コーヒー持ってきてあげたんだからさ。ふーん、ここからの眺めはいいね。わー、風も気持ちいいや。
したものがあるとつい。また助けられてしまった。ごめんなさい、海より深く反省。この上総、同じ過ちはいたしません。じゃ、仕事に戻ります。失礼しまちゅ、書類をいただきに来ました。どうかしましたか？汗だくでちゅよ。そうでちゅか。こちらが追加の書類でちゅ。では失礼しまちゅ。高平さん、はい、元気です。頑張っているのですが、申し訳ありません。ですよね、はい。あ、そろそろお昼休みですよね。リニア忘れてました。あれ、どこに行かれるのですか？あ、そうなんですか。いえ、行ってらっしゃいませ。え、お供してもよろしいのですか？本当ですか？ありがとうございます。リニアまだこの島の灯台を見たことがないのです。ヘリコプターから見た時から一度近くで見てみたいと思ってたのですよ。ありがとうございます。リニアもご一緒していいんですか？ヒロさんの目障りにならないように隠れて食べましょうか。え、でも連れて行っていただけるだけで光栄なのですから。あ、そうだ、リニアがお弁当を作っていきますよ。あ、そうですよね。え、でも何を一体食べるのですか？はい、楽しみにしてます。
高弘さん、もしよろしければご紹介していただけないでしょうか。はじめまして、リニアと言います。出身なんですか？あ、リニアと同じですね。冷凍食品ではないお好み焼きを作られるのですか。リニアも少しお好み焼きの作り方のデータが残ってますから、お手伝いしてきます。